プリンセス・アリスは1878年9月3日にテムズ川で貨物船バイウェル・キャッスルと衝突した後沈没したイギリスの旅客外輪船である。600名、内視700名が死亡し、その全員がプリンセス・アリスからでイギリスの内陸水路海運事故の最大の死者数であった。旅客名簿が作られたり、人数調査がなされたりしなかったため、 正確な死者数は判明していない。プリンセス・アリスは、1865年に、スコットランドのグリーノックで建造され、スコットランドで2年間、利用された後、ウォーターマンズ・スティーム・パケット社に買われ、テムズ川で乗客を運んだ。1878年までに、ロンドン・スティーム・ボート社によって所有され、ウィリアム・ RH ・グリンステッドが船長を務めた。 この船はロンドン橋近くのスワンピアーとケントのシェアーネストの間でストッピングサービスで乗客を往復輸送した。1878年9月3日の飛没後1時間の復興で船はトリックコックポイントを通過してガリオンズリーチに入り進路を間違えてバイウェルキャッスルに衝突した。衝突地点はテムズ川の ロンドンの未処理の下水7500万映画炉の放出されたばかりの場所であった。プリンセス・アリスは直ちに三分割し、素早く沈んだ。乗客らは高度に汚染された水で溺死した。グリーンステッドは衝突で死亡したため、その後の捜査はどの震度を取ることになっていると彼が考えたかを立証しなかった。検視官の審問における陪審は、 双方の船に過失があるとみなしたが、より多くの責任は石炭船の方に負わされた。商務委員会が行った紹介で、プリンセス・アリスは、正しい進路を辿っておらず有責である、と分かった。沈没の余波の中、下水の放出と処理に変更が加えられ、それは海に運ばれ放出された。ロンドン警視庁のテムズ川警備の責任を、追う部門である、海上警察隊には、 規定が配備されたが、これはその時点まで使用されていた手漕ぎボートが不十分であると判明した後であった。衝突事故の5年後、バイウェルキャッスルはビスケーワンで沈没し、乗組員40人全員が死亡した。プリンセス・アリス・スコットランド、クリーノックのケアード社は、1865年3月29日に旅客パードルスチーマー、ビュートを浸水させた。 彼女は1865年7月1日に就航した。この船は長さ219.4フィート、幅20.2フィート、相当6トン数432トンであった。ビュートはウィームスベイ鉄道会社のために建造されていて、この会社はウィームスベイとロスシートの間で乗客を輸送した。1867年にウォーターマンズスティームパケット車に売られ、 テムズ川で運行した。この会社が、ビクトリア女王の次女アリス王女にちなんで、船名を、プリンセスアリスに変えた。1870年に、ウーリッチスティームパケット車に売られ、遊覧機船として運行された。この会社は後に、ロンドンスティームボート車に社名を変えた。1873年に、船はペルシャのシャア。 ナーセロッティーンシャアをテムズ川でグリニッジまで運び、多くの地元住民にシャアの船として知られるようになった。プリンセス・アリスがウーリッジスティームパケット社に取得された時、この会社は新しいボイラーの設置と5つの隔壁を水密にすることを含むいくつかの変更を船に加えた。船は商務委員会によって検査されていて安全であると認められた。 1878年に、商務委員会による別の検査で、ロンドンとグレーブセンドとの間で、最大936人の乗客を穏やかな水上で輸送することが許された。バイウェルキャッスル石炭線バイウェルキャッスルは、1870年にニューキャッスルで建造され、メサーズ・オブ・ニューキャッスルによって所有された。 相当6トン数は1376トンで、長さは254.2フィート、32フィートであった。戦争の深さは19フィートであった。船長はトマス・ハリソンであった。1878年9月3日のムーンライトトリップのチケットプリンセス・アリスの航路、停戦地と衝突地点1878年9月3日、プリンセス・アリスは、 ムーンライトドリップで、ロンドン橋近くのスワンピアーから下流、ケントのシアネスまでの往復航行をしていた。航行中、ブラックオール、ノースウジジ、そして、ロシャービルガーデンズに寄港した。戦場のロンドン市民の多くは、ロシャービルに行き、40年前に建てられていた遊園地を訪ねた。ロンドンスティーム社は船を数隻所有していたので、乗客は希望すれば、チケットを交換し、 当日に別の船で使うことができた。スワンピアーからロシャービルのチケットの運賃は2シリングであった。プリンセスアリスはスワンピアーに戻ると午後6時30分頃にロシャービルに向けて出港した。船はほぼ満員の乗客を運んでいたが名簿は残されておらず乗客の正確な人数は不明である。プリンセスアリスの船長で47歳の ウィリアム・グリンステッドは、総打手が、グレーブスエンドに留まることを許可し、彼を、ある乗客、ジョン・エイヤーズという会員と交代させた。エイヤーズは、テムズ側の、あるいはプリンセス・アリスのような船舶の舵を操作した、経験がほとんどなかった。午後7時20分から7時40分の間に、プリンセス・アリスは、トリップコックポイントを通過し、ガリオンズリーチに入って、 ノース・ウーリッジ・ピアーからの視界に入っていた。その時、バイウェル・キャッスルが目撃された。バイウェル・キャッスルは、通常は石炭をアフリカに運搬したが、ちょうどカンドックで再塗装されたばかりだった。この船は、エジプトのアレクサンドリア向けの石炭を途中で船に乗せるためにニューキャッスルまで航行する予定だった。ハリソンは、 その状況に慣れていなかったので、経験のあるティムズ川の水先案内人、クリストファー・ディックスを雇ったが、彼はそうすることを義務付けられてはいなかった。バイウェル・キャッスルには高くされた、船首楼があったので、ディックスは前がよく見えず、それである会員が置かれた。ミルウォールを出港するや、バイウェル・キャッスルは5ノットで川を下って進んだ。船は他の船舶が邪魔になる場所を除いて、大体は、 川の真ん中を進んだ。ガリオンズリーチに近づくと、リックスは、プリンセスアリスの赤いポートライトがそれらの右舷を通過する進路を近づいているのを見た。グリーンステッドは、潮に逆らって川を登っていき、川の南側で緩やかな水域を探すという、通常の先導の慣習に従った。彼は、船の進路を変え、船をバイウェルキャッスルの進路に連れて行った。 差し迫った衝突を見て、グリーンステッドは、より大きい船に向かって、お前どこに来るんだこれは驚いた。お前どこに来るんだと叫んだ。リックスは、船を操縦して、衝突深度から外そうとし、エンジンを全速行進に入れるように命じたが、遅すぎた。プリンセスアリスは、右舷側の外車輪多いのすぐ前に13度の角度で、打撃を受けた。に分割され、 4分間もかからずに沈んだ。複数のボイラーは沈みながら構造から離れた。バイウェルキャッスルの乗組員はプリンセスアリスの乗客が登るように甲板から複数のロープを垂らした。彼らはまた人々が捕まるために水に浮かぶものなら何でも投げた。バイウェルキャッスルの乗組員はまた救命ボートを浸水させ14人を救助し、 そして近くに経流されたボートの乗組員も同じことをした。テムズ川両岸の住民、特に地元の工場のボートマンらは船を浸水させて救える人を救った。プリンセスアリスの乗客の多くは泳げなかった。女性たちが着ていた長く重いドレスもまた浮いていようとする努力を妨げた。プリンセスアリスの姉妹船、デューク・オブ・テックは プリンセス・アリスの後方を10分間のところで、蒸気力で動いていた。デューク・オブ・テックの到着は、水中に残された人を救うには遅すぎた。甲板のか田はサルーンにいた2人だけが、衝突後も生存していた。後にサルーンを調べたある潜水婦は、乗客らが、ベイ入り口で、ほとんどはまだ直立して、ぎゅうぎゅうに詰め込まれていた、と報告した。 約130人が衝突から救助されたが、数人が後に水を摂取したことで死んだ。プリンセス・アリスは、ロンドンの下水ポンピングステーションが設置された地点で沈没した。下水道からの未処理下水7500万映画論の1日2回の放出は、バーキングのアビー・ミルズ・ポンピングステーションとクロスネス・ポンピングステーションで衝突の1時間前に行われていた。 衝突直後のタイムズ宛ての手紙の中で、ある科学者は流出を次のように説明した。分解され発光している下水の途切れない柱が2本、有害ガスを含むソーダ水のように収集音を立てている。黒いから水が何マイルにもわたって染まり、汚れた遺体安置所の匂いを放っていて、すべての人に記憶されるだろう。特に憂鬱にさせるような、吐き気を模様させるようなものとして、 事故の様子を描いた海河水はまた、ベックトンガスワークスからの未処理の排出物と、いくつかの地元の化学工場によって汚染されていた。その日の早いうちに、テムズストリートで火災が発生し、油とガソリンが川に入り、水の汚染が増す結果になっていた。バイウェルキャッスルは、デプトフォードで怒りを下ろし、当局の行動と審問を待った。その夜、 ハリソンと一等航海士ベルディングは、この出来事について説明するために公開日誌を書いた。6時30分、ミルウォール、ウェストドックを立つ、水先案内人、ミスタリー・ディックス担当。ゆっくり進む、船長と水先案内人は、上のブリッジに、&NBSP、イタリ系風と、天気、少しもやがかかっている。午後7時45分、 ガリオンズリーチを反則で進む。リーチの中心近くにいて、遊覧機船が、その赤とマストヘッドライトを示しながら、バーキングリーチをこちらに来るのを見て、本船がトリップコックポイントに向かって、進み続けるために舵を取った。その船が近づいた時、相手が取り舵を取るのを見て、その直後、見ると相手船が重舵を取り、本船の直前を横切ろうとし、 左舷の選手のすぐ下に緑筒を見せている。衝突は不可避と分かり、本線のエンジンを止め、全速更新させ、両線が衝突した時、バイウェルキャッスルの選手が相手機船に食い込み、そこは乗客で一杯で大破した。直ちに救命手段を取り、選手越しに乗客のうち数人の男を選手越しに引っ張り上げた。船中にロープの橋を投げ、 救命分4つ、はしご、板数枚を投げ、ボート3隻を出し、援助の間ずっと汽笛を鳴らし続けたが、その援助は騎士からのボート数隻と通りかかった、汽船からのボート1隻によって与えられた。遊覧汽船が、プリンセスアリスだと判明し、非常に多くの乗客を救出に成功し、夜間に闘病した。午後8時30分頃、汽船デュークオブテックが来て横付けし、 ボートで岸に運ばれなかった乗客を連れて行った。テムズの大災害プリンセス、アリスのナンパ船から遺体を回収。ジイラストレーテッドロンドンニューズ o 八百七十八1878年9月14日、沈没のニュースは、ロンドンの中心部に、電信で伝えられ、すぐにスワンピアーで喫煙の帰還を待っている人たちに、漏れ伝わった。親族らは、ブラックフライヤーズ近くのロンドンスティームボートの事務所に、行き、 より多くのニュースを待った。多くは列車に乗りロンドンブリッジ駅からウーリッジやセナル駅に行った。群衆は夜間に、そして次の日になっても大きくなったが、これは親族と観光客のどちらもウーリッジに行ったためである。警察官が追加で召集され、群衆の統制を助け、陸に上げられた遺物を取り扱った。複数の遺体が上流のライムハウスから、 下流のイアリスまで押し流されたという報告が入ってきた。遺体が陸に上げられた時、それらは中央ではなく身元特定のため地元で保管されたが、ほとんどはウーリッジドックヤードに泊まった。親族は行方不明の家族を探すために、テムズ川両側の数箇所の間を移動しなければならなかった。地元のスイフラは、 遺体を探すのにた日日本土で雇われた。彼らは回収した一体あたり最低5シリングを支払われたが、それは時には遺体をめぐる争いにつながった。拾われたうち一体は、グリーンステッド、プリンセス、アリスの船長の遺体であった。テムズの遺体は、下水と地元の産業産出物とからの汚染のために、ネバズチで覆われていて、綺麗にするのが難しいとわかった。 遺体は通常よりも早いペースで腐敗し始め、多くは異常に膨張していた。犠牲者らの着衣もまた急速に腐敗し始め、汚染された水に浸された後変色した。生存者のうち16人が2週間以内に死亡し、他の何人かは病を患った。9月4日にウェストケントの検視官、チャールズ・カーアッターは自分の地域で審問を開いた。その日、彼は 陪信員を連れて行き、ウーリッジタウンホールとウーリッジピアで複数の死体を見せた。北岸にはもっと多くの遺体があったが、これは彼の管轄外であった。サウスエセックスの検視官、チャールズ・ルイスは、商務委員会と内務省を訪れ、自分の管轄内の遺物をウーリッジに移動させて、一箇所のみで全ての犠牲者を網羅し、 証言を聞くことができる一つの審問を許可してもらおうとしたが、法律では審問が開かれ一時中断するまで死者を移動させることはできなかった。代わりに彼は審問を開いて彼の権威のもとで正式に遺体の身元を特定し、その後、カーターの事例が結論に達するまで手続きを一時中断した。彼は埋葬命令を出し、遺物はそれからウーリッチに移された。 事故後に岸に挙げられたプリンセス・アリスの一部館長時にはプリンセス・アリスのレールの一部が水線の上に見えていた。船を引き上げる計画は9月5日に潜水譜がナンパ船の残骸を調べることで始まった。彼は船が3つの部分、全部、後部そしてボイラーに分かれていることを知った。彼はまだ船上にいくつかの遺体があることを報告した。 翌日に長い全部セクションを引き上げる作業が始まったが、その長さは27メートルであった。これは、干潮時にウーリッチで岸に引き上げられた。船が岸に上げられている間に、バイウェルキャッスルはロンドンを去ったが、船長は乗船せずとどまった。翌日、大勢の群衆が再び、ウーリッチを訪れ、プリンセス・アリスの引き上げられた部分を見た。 最も見晴らしが良い場所を求めて、ところどころで争いが起こり、人々は難破船まで船を漕いで生き土産をもぎ取った。追加の警察官250人が群衆を制御するために招集された。その夜、群衆の大半が帰宅した後、より大きな船の後部が引き上げられ、騎士の選手の隣に挙げられた。テムズ川の大災害ミイ元不明の遺体の埋葬。 ウーリッジ共同墓地ジイラストレーテッドロンドンニュー d 1878年9月14日、遺体の分解が急速なため、身元不明な遺体の多くの埋葬が9月9日にウーリッジ共同墓地で行われ、数千人が参加した。棺にはすべて警察の身元確認番号があって、それはまた、後の身元確認を助けるために保持された着衣と死没につけられた。 同じ日に150人以上の被害者の個人葬儀が行われた。カーターの調査は最初の2週間を遺体の正式な身元確認とプリンセス・アリスの沈没現場を訪れ遺没を調べるために費やした。9月16日から衝突の原因をめぐる訴訟手続きが始まった。カーターは事故の報道を嘆くことから始めた。それはバイウェル・キャッスルが誤っていて、 責任を負うべきであることを強く示唆していた。彼は手続きを、ウィリアム・ビーチリー明確に身元が特定された一人目の遺体に集中した。カーターは、陪審員に、彼らがどの氷結に達しても、それは、残りの犠牲者に当てはまると説明した。テムズ川の無数のボートマンが証人として現れたが、彼らは全員、当時その地域で活動していた。 プリンセス・アリスが辿った深度に関する彼らの話はかなり異なっていた。テームズ川を遡上する大部分の遊覧船はトリップコックポイントを回り、北岸に向かい、より好ましい水流を利用したものであった。もしプリンセス・アリスがそうしていたならば、バイウェル・キャッスルは明らかにこの船の後ろを進んだであろう。承認の数人は、プリンセス・アリスがトリップコックポイントを一周した後、 流れによって川の中心に押しやられたと述べた。船はそれから港の方に向こうとしたがもしそうであれば船は川の南岸に近づいていたであろうがそうしながらバイウェルキャッスルの戦士を横に突っ切っていた。近くで経流していた他の複数の船の衝突を目撃した船長数人がこの一連の出来事に同意した。プリンセスアリスの思考開始は 自分の船が方向を変えたことを否定した。審問の間、バイウェルキャッスルの機関助手、ジョージ・パーセルから証言が取られた。沈没の夜に彼は何人かの人々に、船の船長と乗組員は酔っている、と語っていた。先生のもとで彼は主張を変え、彼らはシラフだ。自分は誰かが酔っていると主張した記憶はない、と述べた。 バイウェルキャッスルの他の乗組員から得られた証言によると酔っていたのはパーセルだったことが分かった。ある乗組員はパーセルは大多数の機関助手のようだった。彼は酒を飲んでひどくなっていたが当直を務められないほど悪くはなかったと言った。また船が沈んだ時点でのテムズ川のそしてプリンセスアリスの建造を及び安定性の証言が得られた。 11月14日、12時間の討議の後に、審問は、評決を下した。陪審員19人のうち4人が、声明に署名することを拒否した。評決は、以下の通りである。衝突で死亡したプリンセス・アリスの船長、ウィリアム・ R.H. グリーンステッド前述のウィリアム・ビーチー、その他の死亡が、衝突からテムズ川の水域に溺れたことによって、引き起こされ、その衝突は、 バイウェル・キャッスルと呼ばれる蒸気船とプリンセス・アリスと呼ばれる蒸気船との間で日没後に起こり、それによってプリンセス・アリスは二分され沈没したこと。バイウェル・キャッスルがエンジンを適時に慎重に動かし停止させ逆に動かすという必要な予防措置を講じなかったこととプリンセス・アリスが停止し更新することをしないことによって衝突の一因となったこと。もし テムズ側のすべての蒸気高校に対して適切かつ厳格な規則と規制が定められているならば、売信の意見におけるすべての衝突は将来的に回避されるかもしれないということ。追加事項、我々はプリンセスアリスが9月3日に対抗性があったと考えている。我々はプリンセスアリスには適切かつ十分に人員を配置されていなかったと考えている。 我々はプリンセスアリスに乗っている人の数が身長以上であったと考えている。我々はプリンセスアリスの戦場での救命手段はこのクラスの船には不十分だったと考える。検視審問と同時に行われたのは商務委員会の調査であった。責任はハリソン船長、バイウェルキャッスルの乗組員二人、そして プリンセス・アリスの一等公開しロングにあるとされた。聴聞の開始時に全員が免許を一時停止されていた。商務委員会の手続きは1878年10月14日から始まり11月6日まで続いた。委員会はプリンセス・アリスが商務委員会規則の規則29のディ e s OF THE BORD OF t レギュレーションズと1872年のテムズ川 保護委員会の規則に違反したことを明らかにした。これは、もし2隻の船が互いに相手の方に向かっているならば、彼らは互いの宣言側を通過するべきである、と述べた。プリンセス・アリスはこれに従わなかったため、委員会は、プリンセス・アリスが攻めを追うべきであること、バイウェル・キャッスルが衝突を回避し得なかったと判断した。 プリンセス・アリスを所有していた会社は、バイウェル・キャッスルの所有者を相手取って2万ポンドを請求する訴訟を起こした。バイウェル・キャッスルの所有者は2000ポンドを請求する、搬送した。これは、1878年後半に、高等法院の開示部で審理された。2週間後に下った審判は、双方の船が衝突の攻めを負うべきであるという、ものであった。乗客名簿。 あるいは乗船した人々の人数の記録はプリンセスアリスに保存されていなかったので死亡した人々の人数を計算することは不可能であった。数字は600から700まで様々である。タイムズによれば、検視官は川から回収されていない60ないし80の遺体があると信じている。したがって失われた生命の総数は630。 内視650であったに違いないとされる。マイケル・ホーリーは、テムズ川での災害の調査で次のように述べている、最終的な死亡者数の証拠はなかった。しかし、最終的には、約640が回収された。この沈没は、イギリスで、最悪の内水での災害であった。犠牲者のためのマンションハウス基金が、沈没の余波の中、ロンドン市長によって開かれた。 それは閉鎖するまでに3万5千ポンドを集め、犠牲者の家族の間で分配された。災害での死者の記念碑1880年代に、ロンドンの首都建設委員会は、未処理の廃棄物を川に投棄するのではなく、クロスネスとベックトンの下水を浄化し始め、6隻のスラジーボートで投棄のため北海に廃棄物を運ぶように命じられた。 1887年6月に発注された一隻目のボートはバゾルゲットと命名された。ロンドンの月水システムを再建していたジョゼフ・バゾルゲットにちなむ海洋陶器の監修は1998年12月まで続いた。プリンセス・アリスが沈没するまでテムズ川の警備の責任を負ったロンドン警視庁の部門海上警察隊は任務を テコギボートに頼っていた。プリンセス・アリスの沈没事故の審問で、それは任務の遂行に不十分であり、規定に置き換えるべきである、と判断された。最初の2隻の規定は、1880年代半ばに運行を開始した。1898年までに8隻が稼働していた。ロイヤル・アルバート・ドックは1880年にオープンし、 重量物運送をより小さいボートから分離するのに役立った。これとボートへの緊急信号等の世界的な採用とは両方ともに将来の悲劇を避けるのを助けた。2380人がロックペンス基金に寄付した後、1880年5月にウーリッジ共同墓地に記念のケルト十字架が建てられた。地元の教区教会セントメアリーマグダレンウリッも また後に、ステンドグラスの記念の窓を設置した。2008年に、国営宝くじ助成金は、バーキングクリークでの、沈没130周年を記念する記念プラークの、設置に資金を供給した。プリンセスアリスの所有者ロンドンスティームボート社は、この船の残骸をテムズ川管理委員会から350ポンドで、購入した。複数のエンジンは回収され、残りは、 ある船舶解体業者に送られた。ロンドンスティームボード社は6年もしないうちに破産し、後継者らはその3年後に財政難に直面した。歴史家ジェリー・ホワイトによれば、鉄道やバスサービスとの競争と相まってプリンセス・アリスの沈没事故が長席のあるテムズ川を喜びの場としてはダメにすることで、 何らかの衝撃を及ぼしたバイウェルキャッスルは1883年1月29日にアレクサンドリアと春の間を航行していて失踪したと報告された。その時には面実と豆の貨物を運んでいた。1883年2月、複数の新聞が最終報告を伝えた。数年前、ブーリジ沖でサルーンボート、 プリンセス・アディスに衝突した奇践バイウェル・キャッスルは、ビスケーランで、ケンミはキャッスルにとって、致命的であると分かった強風の中沈んだ、と考えられている。バイウェル・キャッスルは、乗組員40人と、エジプトの産物からなる貨物を運んだ。ザ・マンチェスター・ガーディアン1883年2月13日、書籍ニュース記事インターネットとテレビジョンメディア・プリンセス。 アリス号とバイウェルキャッスル号の衝突事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。